オリジンダン・ブラウン著・著この先に待つ人生を得るために前もって計画した人生を捨て去る覚悟がなくてはないジョーゼフ・キ事実 この小説に登場する芸術作品建築物、場所、科学、宗教団体はすべて現実のものであるプロローグ昔ながらのラック式登山鉄道が博多レールを頼りに急勾配を登っていく間エドモンド・カーシは高みにあるノコギリ状の山頂へ目を向けていた 遠くの崖の切り立った面に石造りの堂々たる修道院が立っていてまるで魔法で絶壁と溶け合ったかのように宙に浮かんで見えるスペインのカタルーニャにある時を超越したその場所は4世紀以上にわたって容赦ない重力に耐えそこに暮らすものを近現代の社会から隔離するという本来の目的にしがみついてきた。 「そんな連中が真実を真っ先に知ることになるとは皮肉なものだ」とカーシュは思いどんな反応が来るかと考えを巡らせた「歴史によれば誰よりも危険なのは神に仕える者たちに他ならない」「自らが報じる神が脅かされた時はなおさらだ」「そして自分は今火のついた槍をスズメバチの巣へ投げ込もうとしている」 やがてプラットフォームで一人の人物が待ち受けているのが見えた骨と皮ばかりのしなびた男でカトリックの伝統的な紫の包囲と白衣ロチェットにゆったりと身を包み頭には厨帽をかぶっているカーシュはいきなりアドレナリンが湧き出るのを感じたバルデスピーの本人がお出迎えとはアントニオ・バルデスピーの司教はまさにスペインの巨頭だ 国王の信頼が厚い友人兼相談役であり保守的なカトリックの価値観と古き良き政治規範を守ろうとする一派の強硬な最有力者としても君臨しているミスター・エドモンド・カーシュだね司教が列車から降りたカーシュに声をかけた仰せの通り私がその罪人ですカーシュは笑顔でそう言って手を差し出し司教の骨張った手を握ったバルデスピーの司教、 お会いくださってありがとうございます。こちらこそ要望してくれたことに感謝しているよ。司教の声は予想していたより力強かった。鐘のねさながらのよく通る澄んだ声だ。科学者から意見を求められることは多くない。とりわけ君ほどの高名な人物からはね。さあこちらへ。バルデスピーノがカーシオを導いてプラットフォームを進むと山の冷たい空気が司教の包囲を殴った。 正直なところバルデスピーノは言ったこんな風貌の人物とは思いもしなかったよいかにも科学者風の男を予想していたのだが君はあむしろ司教は訪問者のシャレたキートン K50 モデルのスーツとバーカーのオーストリッチの靴へ探すみのこもった目を向けたナウイヒップそんな言葉でよかったろうかカーシュは礼儀正しく微笑んだ ヒップという言葉が流行ったのはももう何十年も前だ。君のこれまでの業績を調べさせてもらったがバルデスピーノは言ったどんな仕事をしているのかどうもよくわからない私の専門はゲーム理論とコンピューターモデリングですつまり子供が遊ぶコンピューターゲームを作っていると無知を装ってとぼけているだけだとカーシュは感じた。 実のところバルデスピーノはテクノロジーに驚くほど精通していてその危険性を度々警告してきたい,いえゲーム理論とは数学の一分野であり将来を予測するためにパターンを研究するものですあなるほど何かで読んだのだが以前ヨーロッパの金融危機器を予測したそうだね。耳を貸す者がいなかかかったにもかかわらず 君は EU を死の淵から引き戻すコンピュータープログラムを開発し窮地を救ったその時名言を残している私は33歳キリストが復活を成し遂げた年齢と同じだだったかカーシュは首をすくめた <laughs> 全くひどい物言いでした死去若気の至りです若気。バルデスピーノは小さく笑った今何歳だね えー、40ぐらいかちょうど40です強風で包囲をはためかせながら老死教は微笑んだ幸いなるがな柔和なるものその人は血を継がマタイによる福音書第5章第5節とされるが血は若き者たちの手に渡ったよテクノロジーを好み己の魂ではなくモニターを見続ける者たちの手に 実を言うとその先頭に立つ人物に会う機会があろうとは夢にも思っていなかった君は預言者と呼ばれているそうだな今回に関しては大した預言者だとは言えませんシュは答えた司教や同志の方々と内密にお会いしたいと申し入れた時受けてくださる可能性はせいぜい20%だと踏んでいたほどですから同志にも言ったが信仰の熱き者にとって 不信心者の声に耳を傾けることはいつでも有益だ悪魔の声を聞いてこそ神の声をよりよく理解できる老司教は笑みをたたえた「無論冗談だとも年寄りのざれ言を許してくれ時より軽口が漏れてしまう」そう言ってバルデスピーの司教は前方を指さした「他の者たちが待っているこちらへ来てくれ」カーシュが視線を向けると 断崖の際に灰色の石で作られた巨大な要塞が立っていて鋭くそびえる崖の何百メートルも下に山麓の木々が織りなす緑のタペストリーが見えたあまりの高さに不安を覚えたカーシュは崖から目をそらし死去を追って崖沿いの凹凸だらけの道を進みながらこれから始まる会合に思いを馳せたカーシュが会見を申し入れた相手は 3人の卓越した宗教指導者でありいずれもつい先日までここで開かれていた大規模な会議に出席していたバンコク宗教会議1893年世界各国の宗教の精神的指導者数百人が一堂に会したのが発端でやがて数年に一度約1週間にわたって宗教間対話が行われるようになった。これにはキリスト教の司祭 ユダヤ教のラビイスラム教のムンラーといった有力指導者たちが世界中から集まるほかヒンドゥー教のプジャリ仏教のビクジャイナ教徒シーク教徒なども参加するこの会議が目標として掲げているのは世界の宗教の調和を促し多様な精神世界の間に橋を架けてあらゆる信仰の交わりを称えることだ気高い試みだとは思うものの 無駄骨だとカーシュは見なしていた。昔話や偶話や神話を寄せ集めて一点をデたらめに探ったところで意味はないとバルデスピーの司教の案内で小道を進みながらカーシュは山腹に目を向け皮肉な思いに駆られたモーセは山に登って神の言葉を授かった自分は山に登って正反対のことをしようとしている。 この山とカーシは自分に言い聞かせていたが大いなる思い上がりがここへ向かわせたという自覚もある聖職者たちに直接まみえ差し迫った破滅を予言する憂鬱に浸りたかった真実を定めるにあたってあなた方の役目はもう終わりだ 君の経歴を調べさせてもらった。司教が唐突に行ってカーシュを一別したハーバード大学の出身だねええ学部生でしたなるほど最近何かで読んだのだがハーバードの歴史で初めて自分がキリスト教徒だと考える入学生よりも無神論者や不可知論者の入学生の方が多くなったらしい実に示唆に富む統計だねミスター・カーシュ。 自分に言わせれば学生たちがますます聡明になっているに過ぎないとカーシは言い返したかった風が一層強く吹きつける中2人は古びた石造りの建物にたどり着いた入り口の中は薄暗く乳香をたいた強い匂いが立ち込めている入り組んだ暗い通路でカーシーは包囲姿の司教の後を歩きながら闇に目を慣らそうとしたやがてやけに小さな木の扉の前まで来た 司教がそこをノックした後腰をかがめて中へ進みついてくるよう手ぶりで促す不安を覚えつつカーシュは足を踏み入れたそこは長方形の空間で高い壁に川想定の古書が延々と連なっていたその上いくつもの自立した書棚がその壁から肋骨のように突き出し所々に置かれた中鉄のラジエーターが耳障りな甲高い音を立てているので この空間全体が生き物であるかのような不気味さを醸し出している。目を上げたカーシュは2階を囲む通路に勝者な小柱が並ぶ手すりがあるのを見て自分がどこにいるのかを確信した。名高いモンセラット図書館か入館を許されたことに改めて驚いた。この聖なる空間に収められた紀行本は 神に身を捧げこの山で陰遁生活を送る修道士しか閲覧できないとされている大ミスとのことだからバルデスピノが言ったここが一番邪魔が入らなくてね外部の人間はほとんど足を踏み入れたことがない寛大なご配慮に感謝します歌手はバルデスピーノに導かれ年配の男二人が待ち受ける大きな木のテーブルへ近寄った 左側に座っているのは疲れた目ともつれた白いあごひげを持つ年老いた男だ芝のよった黒いスーツと白いシャツを着てフェドーラ帽をかぶっているラビー・イエフダ・ケベシュだ司教が言った高名なユダヤ哲学者でカバラ宇宙論を専門に執筆なさっているカーシュはテーブル越しに手を差し出してラビー・ケベシュとうやうやしく握手をしたお目にかかれて光栄です カシュは言ったカバラに関するあなたのご著書を何冊か拝読したことがあります。理解できたとは言えませんが、とにかく読ませていただきました。ケベシュが愛想よくうなずき、潤んだ目をハンカチで拭った。そしてこちらはバルデスピーノがもう一人を手で示しながら続ける。誉まれた書きアラマ、サイドアルファドルだ。あがめられるイスラム学者が立ち上がりにこやかに笑った。背が低く小太りで、 陽気そうな表情は射抜くような黒っぽい目とふずり合いだ地味な白い蝶衣、頭部に身を包んでいるミスターカーシュ人類の未来に関するあなたの予言を拝読したことがあります賛同できたとは言えませんがとにかく読ませていただきましたカーシュは行儀よく微笑み相手の手を握ったこちらは客人のエドモンド・カーシュ 最後ににバルデスピーノが二人の同志に対して言ったご存知の通りコンピューター科学とゲーム理論の研究者として発明家としてまたテクノロジーの世界におけるいわば予言者としてても高く評価されていますそうした経歴の人物が我々三人と話したいとお申し入れになったものでこれには私も戸惑いましたですからここにお越しになった理由はご本人から説明してもらいましょう。 そう言ってバルデスピーの司教は同志二人の間に着席し腕を組んで促すような目でカーシュを見つめた三人が居並ぶ様は法廷さながらで学者同士の打ち解けた会合よりも異端審問を思わせる今になってカーシュは自分の椅子が用意されてすらいないことに気づいた三人の老人を観察するうちに兄弟よりも当枠の方が大きくなった ではこれが我が我愛しの三味一体三博士というわけか。自分の力を示す前に一呼吸入れようとカーシュは窓際まで歩いて眼下の絶景を眺めた陽光を浴びてまだらになった昔ながらの田園風景が深い渓谷の間に広がりコルセローラ山脈の不揃いな頂きへと続いている。何十キロ先のバレアレアス海では、 嵐の暗雲が水平線を覆い始めているぴったりだなカーシュは自分が間もなくこの部屋とさらには世界中に巻き起こす波乱を思った皆様カーシュはいきなり3人の方へ振り向いて口火を切った内密にとお願いしたことはバルデスピーの主教からすでにお聞き及びと思います 話を進める前にはっきりさせておきたいのですがこれからお伝えする内容は決して口外しないでいただきたい端的に申し上げると皆様に沈黙の誓いをお願いしたいのです賛同してくださいますか同意の印に3人全員が無言でうなずいたが念を押すまでもないとカーシュには分かっていたこれから聞く話を隠そうとするに違いなく広めることなどはありえない 今日ここに来たのはカーシュは言った皆様がきっと驚かれるであろう科学上の発見をお知らせするためです人間の経験に関する最も根源的な問いの二つに答えを出そうと私は長年研究を重ねてきましたそれに成功した今なぜまず皆様のもとへ伺ったかというとそれはこの情報が世界中の宗教信者に深刻な影響を与え変化を引き起こす恐れが極めて大きいからです つまり崩壊としか表しようのない変化を今からお話しする内容を知っているのは現時点ではこのように私一人ですカーシはスーツの上着のポケットへ手を入れ特大のスマートフォンを取り出した自分専用に自ら設計して組み立てたものだ色鮮やかなモザイク模様のケースに入れたスマートフォンをカーシは3人の前にテレビのように掲げた これをセキュリティの極めて厳重なサーバーに接続して47文字のパスワードを入力すればすぐにでもプレゼンテーションの配信を始められるこれからお目にかけるのはカーシは言った世界に向けて発表する予定のものの未編集版で公表は約1ヶ月後をめどに考えていますしかしその前に世界に名だたる有力な宗教思想家である皆様のご意見を伺い この知らせに誰よりも動揺するであろう方々が果たしてこれをどう受け止めるのか参考にしたいと思いましてねバルデスピーノが不安よりも退屈をにじませつつ聞こえよがしにため息をついた「興味をそそる前工場だよミスターカーシュ何を見せるつもりであれ世界の宗教を根底から揺るがすかのような口ぶりだ」。 カーシュは古の晴天の方向を見回した根底を揺るがすどころではない粉々にするともカーシュは目の前にいる3人の男を寝踏みした自分がわずか3日後には周到に準備した大々的な催しを行いその場で情報を公開するつもりでいることを3人は知らないその暁にはあらゆる宗教の教義に 実は一つの共通点があることを世界中の人々が思い知るだろうどれも大きな間違いを犯しているということだはいどうもどうも。 方も訪れてくださってる皆様、いつもありがとうございます。はい、えーと今回はですね、えー。ダンブラウンのオリジンでしたね。はい、いかがだったでしょうか、えー、ちょっと長くなっちゃいましたけどね。あのー、まあ最後まで本当に聞いてくださった方ありがとうございます <laughs> ね。ありがたいことですね。本当にえっ、ー、とー。ね、このオリジン。 ダン・ブラウン調、ねあのー、知らない人は、まあ、まあいないと思いますけどダ・ビンチ・コードとかね天使と悪魔なんていうあのトム・ハンクスが主役をやって映画側すらされたという超有名な作品ですねラングドン・教授という人が、えー、主人公のシリーズ五作目ということになります、まあ、この大ヒットしたダ・ビンチ・コードとかに、まあえー、ですかこう代表されるようにですね、まあ、この作品は えとまあ、ラングドン教授っていう宗教象徴学が専門の大学教授がいてでその人が事件に巻き込まれ大体それがもうすごく歴史のある美術品とかがたくさんある都市なんですけどそういうところの中をそういうなんか有名な建物とか美術品とかになんか謎がかけられていてそういうのをなんかいろいろ絡みながらその宗教象徴学の知識を使って謎解きをして。 まあその,そのさらに下にこう科学と宗教の対立とかまあそういういろんなテーマが流れつつ、えー、世界を救ったりしなかったりするみたいな、まあ、そういうシリーズなんですけどあのねえっとなんだダ・ヴィンチコードはキリストの末裔に関わるキリストの子孫に関わる話でもこれが もう世界的にものすごい大ヒットして、ね、すごい話題になって,て超豪華装填版みたいなそれのその本に出てくる美術品とかが全部フルカラーの写真で載ってるような超豪華装填版みたいなのが出ててで、えー、俺はそれを原書で買って、えー、読んだという思い出があるすごく好きな、えー、シリーズなんですけども、えー、5作目になる今回でもそのスピリッツはもうちゃんとこう。 えー、受けけれているわけですね、えー、本をまずとりあえずめくってみるとです、ね、まずいきなり、まあ、うう今回ね、あのー、舞台スペインなんですけど、えー、いきなりその冒頭に出てくるちょっと美術館の写真なんかが載ってますね、えー、グッケンハイム美術館ねこ聞いたこともなかったんですけどもうむちゃくちゃ行きたくなりましたねなん,か、えー、なんか現代美術館みたいですけどね、まあ、あのそんな写真が載っていたり。 ゴーギャンの絵が載っていたり、まあ、あと後々出てくるガウディのなんかこうねそういう建築物の写真が載っていたりあーんですかねこう行ったこともない年だけどなん,かなんか結構こう、ね、密に旅行したような気分になるのがこの本の魅力の一つかなと思いますね。 特徴的というか面白いところなんです。一番最初に出てくる事実というのがありまして、ここにこの小説に登場する芸術作品、建築物、場所、科学、宗教団体などは全て現実のものであると書いてあるわけですね。では、まあこの作品はフィクションなんですけども、あのすごく現実に近い現実というか。 もういつ起こりうるかもしれっていうかもう起こってるかもしれない現実みたいなものを取り扱ってるっていうのがすごい魅力的だし、まあ、逆に言うと怖いしで今回はこのテーマが人類の起源とか、まあ、宗教だったりするんですけどこういう問題に人の目を向けさせる時にやっぱり学術研究みたいなものを出しても誰も見向きもしないわけで物語っていうのはすごく有効なフォームだと思うんですね。 簡単に言っちゃうとまあ読んで楽しくてためになるみたいな話なんですけどあのでもそれって本当にフィクションでしかできないことだしフィクションだからこそできることだと思うんでまあそんなことをやってるこの本書なのでですねあのぜひぜひ興味を持った方は手に取って読んでみてください。ではではは